さあ、情報を共有しておきましょう。めぐちゃんで、そうだな、嫉妬激励隊、よからぬことを企んでるわ。どんな？捨てられた箱を用いて、嫉妬ロイの木馬という作戦を。なんだろうね、それ。箱を使って執行ブスに侵入。打ち通すから攻めるらしいわ。だあ、そういう意味ね、実行するの？作戦決行の時を探っていたわ、嫉妬激励隊の3人。くだらないことに能力を使ってるね。カンタ先輩も。これだけ。で、リホちゃん、関係ないことだけどいいのかな？こないだ行った捨てられた箱開いたんですよ、あれ。え、リポリンが開けたの？いえ、なんかでかい人がドカンって開けて。箱の中に鍵入ってましたよ。まあ開けた時に鍵も壊れちゃいましたけど。そうか、じゃあ今箱は開いてるのか。これぐらいしか知らないし、今回私全然役に立たないな。で、源氏くん。しかし、依頼そのものより周りがやたら不穏だね。大丈夫なのかね、これ。急いだ方がいいわ。死を許すと、馬の邪魔が入る可能性がある。今下手に動けないよ。何か決定的な機会がないと。そう。一方、その頃。ふん、そっか。急いで放送室に戻んなきゃ。この情報を秋葉くんに教えよっと。さてと、放送部より連絡です。花壇の花に水やりましょう。繰り返します。さあ秋葉くん、放送室に来て。あれ、たま珍しいね。向こうから呼び出してくるなんて。ね、呼び出しでこういうのがあるといいよね。ね、合図送ってる感じ。秋葉くん、とっておきの情報を手に入れたわよ。何？あ、待った。何を？見返りにどんな報酬を要求するか、まず聞いとかないと。じゃあ、大サービスで無料です。ね、えらく太っ腹だな。こっちも助かるけどね。今までの報酬をチャラにしたわけじゃないのよ。すれやすれないで。わかったわかった。で、情報って何さ？明日、特化の2年生、文化祭準備はしないわ。みんな早く帰っちゃうの。そうなの？どうして？模試があるのよ。模試直前は自宅で勉強。それが特化の決まり。ああ、聞いたことあるよ。特化じゃ、模試は、文化祭より重要なんだな。そりゃそうよ。でさ、まどかさんは帰らないのよ。責任感強いから準備委員会の仕事やるって。そうなのか。去る情報筋から確実な情報。何が去る情報筋だよ。もったいぶって。本人から直接聞いただけだろ。まあまどかさんと仲はいいわよ。私も実行委員ですね。しかしそうか、みんなは早く帰り、まどかさんは残る。そう、つまり明日の放課後、執行部はまどかさん一人。その情報使えるな。でしょ？使う？まあ、使わせてもらえよ。ありがとな。じゃあ。浜に情報収集を頼んだのが役に立ったな。どうかな？一回アジトですかね。OK、OK。急だけどさ、小太郎くんに決めてもらおうと思う。え、状況は悪化してるよ、これ。大丈夫なの？明日、実行委員執行部は、みんな仕事を休んで下校するんだ。まどかさん、覗いてね。実行委員たちも早く帰っちゃうんだ。リーダー、作戦は練ってやるの？いや、まだ。寝ちゃった。赤い糸紡ぎよ。じゃあ、待ちますかね。真剣に考える源氏、ことの葉で彼の思考を導こう。一度間違えずにパーフェクト正解すると、最後、物語におまけが追加されるぞ。さあ、来ましたね。さあ、始めよう。今回はスマートにはいかない。成功する保証もない。だが、TRL が動いている以上、のんびりしてるわけにいかない。いくつか問題があるんだ、依頼人。そしてターゲットにも。まず、ターゲットのまどかさん。彼女の周辺に気になる人物がいる。まどかさんに深く関係していそうな、ある人物と、
さあ、ということで、まずは、この武蔵くんだね。普通科2年、立川武蔵、乱暴者で有名だ。彼がマドカさんと知り合いとはね、付き合ってるのかどうなんだろう。武蔵くんとマドカさんの関係は、これは、これかな。カンタ曰く、二人の仲は悪くなそうだけど、仲がいいってわけでもないか。なんせ彼は厄介な信念を持ってる。武蔵くんがイラつくそのわけは、これはこの特化のやつがあったやつかな。オッケーオッケー。なぜか特化をものすごく毛嫌いしているんだ。まさかさんは特化なのね。しかしこれは好都合でもある。彼は絶対に特化にはやってこない。さらに最近まどかさんと疎遠になっている。今のうちに決めるしかない。そう、それでタマから重要な情報を聞いたんだった。タマが自分から持ってきた重要な情報。タマさんが持ってきたのはこの明日の放課後の話だよね。特化2年はみんな帰ってしまう。ただしまどかさんは執行部室に残る。この時はチャンスだ。小太郎くんは実行員だし、彼女とも顔見知り。小太郎くんに侵入してもらうか、いや、まどかさんがそれを見てどう思うか。小太郎くんを執行ブスに送っても問題はないかな。ただ、出入り禁止っていう話があるんだよね。ダメだ。執行ブス侵入の前科がある小太郎くんを犯すわけにいかない。ならば、発想を転換しよう。まどかさんに出てきてもらう。しかし、仕事熱心なまどかさんを呼び出すのは、一筋縄じゃいかないぞ。まどかさんが仕事をできなくなる状況何かないか。まどかさんが仕事を放り出すような大きなインプットが欲しい。まどかさんが苦手なものって考えるべきだよね。嫉妬激励隊かな。嫉妬激励隊、彼らが押しかけたらまどかさんの手が止まるという。そして魚住先生の箱を使った彼らの奇妙な作戦。なんとか箱を使えないかな。箱を使う方法ないかな。まあこれかな。オッケー、よーし、ありがとうございます。箱の鍵はこっちにある。いいぞ。あとは嫉妬激励隊の作戦を利用して、放課後にゴミ捨て場に来る武蔵くん。そうだ、嫉妬激励隊の手によってまどかさんを消してもらおう。紡がれたよね、赤糸。よりよりだよ今回は。さあ教えて。小太郎くんにはまどかさんのところに持っていく手土産が必要だ。手土産？流されやすい彼のことだ。普通科に行ったら普通に挨拶して終わりだからね。で、手土産って何なんです？恐怖。え、心霊体験？違うよ、カンタ。いやー、恐怖には弱すぎるか。でもプレッシャーにはなる。どういうことなのかね。 TRL を動かすんだ。まどかさんを失脚するため必ずこの機関に動くだろう。そこで彼女らの作戦を利用する裏を書くんだ。なるほど、小太郎さんがまどかさんのピンチを救うんですね。まどかさんはそこで少なからず小太郎くんに対する好感度を上げる。そこでダンスパーティーに誘う。ちょっとそれ楽観的すぎやしないかね。まあね、ここまで不確実なのは僕もちょっと気に入らないけど。不確実ですかね。私なら OK ってなると思うけど、小太郎くんがもうちょっとしっかりしてくれるといいんだけど、あの調子だからさ。もうこの機会逃したら絶望的だと思う。一番の障害は依頼人ってわけだね。さて今回重要な役割を担うのが魚住先生の箱。箱？あの壊れた箱？リボリン、箱を見張っていて。中を空に保つんだね。はい。メグ、先回りして。魚住先生の箱を元に戻すように動いてほしい。わかったわ。カンタは小太郎くんと一緒にいるんだ。彼に箱の鍵を持たせて。あいよ。じゃあ放課後それぞれ決まった時間にゴミ捨て場に。一緒に動いて人目につくとまずい。個別に動くんだ。いいね。はい、依頼人も連れてくよ。さあ、いよいよですな。さあ、タマに頼みに行こう。 TRL 動かすんだ。始まりましたね。まずはタマさんのところだね。いや、タマの情報役に立つそうだよ。ってことはその機会に決めちゃうってつもりなのね。もうその機会しかないと思うんだ今回は。へえ、そうなの。 TRL、 彼女らがちょっかいを出してくる。新レッドライナーズと名乗るあの二人か。
彼女たちの能力認めてるのね。別にそうでもないよ。ちょっとは警戒した方がいいんじゃない？分かったよ。だから早く決める。まあ頑張ってね。私の情報有効活用するのよ。で、早速有効活用したいんだけど。どういうこと？まどかさんが一人残るって情報、これを TRL に意図的に流すんだ。私がやるの？なあ、頼むよ。この分の報酬はちゃんともらうよ。まあいいか、いいよ。じゃあジュース2本で。まどかさんが一人で残るって情報を流すのね。分かったわ。これでよしと、タマに任せよう。で、タマさん、じゃあめぐみさんのところに行こう。見つけた、目白めぐみさんだ。普通館執行員の容疑玉ですけど。知ってるわ。それで何のよ？今日特化の2年生はみんな早く帰っちゃうのかなって。そうよ、模試の直前は勉学に集中することに。で、それがどうしたのよ？実行員たちの待機状況を聞いておきたいので確認しに来たんですけど、今日は2年生いないんじゃない？よくは知らないけれど。秋葉くんに言われたことをやんなきゃね。さあ行きましょう。あれ、実行委員長の阿佐ヶ谷さんは今日も残られるって。まどかさんは今日も準備作業すると。はい、そう連絡があったので確認来たんですが、委員長が見つからなくて。そう、じゃあまどかさんは一人で作業するのかしらね。そうですかね、ありがとうございます。じゃあこれでよしと。報酬分は働くわ。報酬分はね。これでユラさん、動き出したお姉様の元へ。情報屋がお姉様に接触したようですわ。これでめぐみさん。お姉様、容疑玉さんがこちらに情報を持ち込んだんですか？ねえユラ、あの情報屋なかなか役に立つわ。ああそうですか、お姉様。容疑玉さんの情報とは？ユラ、まどかさんを追い詰めるチャンスが来たわ。と言いますと？例の連中を使ってまどかさんにけしかけるの。彼女へこまよ。例の連中と言いますと？口に出すのも部屋らしいけれど、奴らもまた利用価値がある。例の連中、私もこっそり目撃した彼らですね。そう、嫉妬激励隊とかいうあの連中、彼らは実行委員に不満を持ってる。なるほど。今までは他人に阻まれていたけれど、今回はまどかさん一人。日野小太郎は、彼は今日早く帰るはずよ。何より彼は今出入り禁止でまどかさんに近寄れない。はい、お姉様。孤独な作業中に気持ち悪い連中に糾弾され続けたら、さすがまどかさんも精神的に追い詰められる。そう、ショックを受けた彼女は実行委員の職を辞任、そして普通の生活に戻り、立川武蔵との関係も修復される。そうよ、立川武蔵の今の様子を見るに告白も時間の問題。なるほど、お姉様さすがですわ。さあ嫉妬激励隊に働きかけましょう。はい、お姉様。お姉様の命令は絶対。その時は来た。今日特化実行委員のお仕事は休み。あの人だけは一人途方に暮れるでしょう。チャンスです。とても。嫉妬激励隊に刺激を与えてあげましょう。こっちにいますかね。嫉妬激励隊がうまく動くとは思いませんが、お姉様の命令とあらば。いますね、間抜けに差し。まずい、人が来た、くれろ。今日は特化の準備作業も休み、ゴミ出しも一段落ですわ。実行委員長だけお一人で作業されるそうだけど、大丈夫なのかしら。さて戻りましょう。これも計画のうちかしら。これで市ヶ谷さん行ったな。聞いたか市ヶ谷、実行委員長のみが孤立すると。しかし確かなのか。あの女子生徒の言動を目撃したろう。おそらく彼女は実行委員、間違いない。そうか、これはチャンスだ。結婚はこの時。一対一の議論なら俺は負けはしない。よし、
ではこうしよう。ユスヤは人目に触れぬようあらかじめ箱に入る。俺と永田が箱を執行部部屋の前まで運ぼう。執行部は必ずやこの箱を部屋に持ち込み開けるだろう。そこでユスヤ、どす黒い激論を相手に浴びせかけてやれ。なあ、箱の中で窒息したりしないよな。心配するな。蓋をちょっとだけ開けておくから。そうか、うむ。では頼んだぞ、同志。おうよ、嫉妬激励隊の兄かけて。ついに我々の念願叶う時、来たれり。さあ、リボちゃん、そろそろいいかな。リーダーの言っていたことしなきゃ何するか覚えてるわよね。ありゃ、怪しい人がゴミ捨て場に。困ったなあ。お、どうした？怖いな、困ったな。あそこに気味悪い人がうろうろしてるんですよ。ゴミ捨て場の方か。何かゴソゴソやってて、マロ大丈夫かな。マジか、どこだ。あ、大きな箱が捨ててあるところ。特化生みたいだったけど、嘘どっかがぶっ飛ばしてやら。あんまり乱暴は。びっくりしたけど、箱の周りの人たち、これでいなくならないかな。とにかくあの怪しい人たちを追っ払わないとね。これでメグちゃん、さあリーダーの言う通りに。あ、魚住先生か。溜まった粗大ゴミ捨てないとな。今から捨てに行こうか。いいえ、今行ってもらっては困る。魚住先生の気を引いてゴミ捨て場から離れてもらう。魚住先生先生、先生、魚住先生、君はスーカの猫ちゃんがいたんです。可愛いんだ。猫ちゃん校内に？そりゃ困るな。魚を見つけでもしたら。あっち、多目的棟のとこ一緒に探しましょうよ。そうだな、そう逃がすべきだな。一緒に行きましょう。しばらくここにいてもらう。オッケーですね。で、武蔵くん。まずい、誰か来た。我々は一旦去る。誰もいねえぞ。おい、てめえ、そこで何しやがる。なんだ、普通科か。普通科には俺たちの高尚な精神わからぬ。なんだ、特化か。箱に入ってんのか。さっす、出ろ。君こそ失せたまえ。俺には大切な任務が。いいから出ろっつってんだよ。ここも連打なんだな。この後半ちょっと粘り見せてくるのすごいよな。もうちょいもうちょい。 OK。 ちょっと分かったから出ますよ。飛んでった。クソ、イラつく。何が特化だ。今日はもう帰るぞ。イラつくのはお前のせいですね。まだか。特化の連中と会わねえようにさっさと帰るぜ。あ、帰るんだ。特化野郎の顔見たくねえからな。さっさと帰るぜ。そっか、今日は特化の人たちいつもより早く帰るみたいだから。なんだ、模試の準備だって。実行員もみんな帰っちゃうって。一人以外。なんだと、絶好のチャンスやねんか。鬼ひるぜ。え？まだか、お前に話がある。そうか、直で行かないでここで待っちゃうのか、武蔵くん。イラつく原因分かってんだ、蹴りつけてやる。で、メグちゃん、行こう、リーダーの言う通りに。ご苦労様。なあ、メグさん、じゃあ私はこれで。箱が開いてる。鍵は壊れてる。この箱を運ぶため、嫉妬激励隊が戻ってくる。蓋を。鍵を直しておこう。これでいい。箱の蓋を閉めれば自動的に鍵がかかる。今は完全には閉めず、少し隙間を作っておく。再び開けられるように。嫉妬激励隊が戻ってきた。隠れてみていいよ。マジか。さあ、ということで戻ってきました。ここでいいのかな。隠れて成り行きを見届けよう。
これで市ヶ谷さん。ユスヤ、うまく箱に入ってよだな。どうだ、準備の方は。バッチリだ。よーし、運ぶぞ。思いっきり金のとこいるんだよな。おう、ユスヤ、ブーン祈る。箱を押して執行部屋の前まで行こう。箱が詰まって動かなくなってしまったら、箱のそばでスペースキーを押せば、体と箱の位置を入れ替えられる。こういうことね。あ、待って危ねえ危ねえ。はい、こんな感じね。思いっきり怪しいけどな。そうか、そうだよな、あそこに魚住先生いるもんな。どこまで近づいていいのかって感じになるよね。今度いけるか。よし、いけた。荷物を運んでるのか。そうそう、文化祭に必要なとても大切なもの。そうなのか。まあ準備頑張れよ永田。うまくごまかしようだな。さすが同士。よーし、オッケーオッケー。大丈夫かこれ。なあ、やっぱそうだよな。頼もう。いや、いけるのか。あ、また来た。邪魔しないでくださいよ、忙しいんですよ。待て待て、焦るな。今日は用事があってきたんだ。この箱を執行部屋に届けてほしいと。何ですかその箱。聞いていないか。おかしいな。委員長がぜひんと重要なもんなんだ。部屋の中に置いてくれ。では行っちゃったよ。どうするこれ。どうするって委員長に見せるしかないじゃないか。一応たく部屋の中に運んどくか。委員長は来てないか。なんだろうなこれ。さあ、委員長来たら引けばいいんじゃないか。しめしめ、うまく運び込まれたようだな。よし、ユスが行動を始めるまで待機していようではないか。あれ、来られたんですか。ああ、そういえば変な箱が。この場で激論に備えようではないか。これでメグちゃん計画が動き出した。リーダーの言ったことを思い出そう。これだね。そう、再び元に戻す。箱を元の位置に戻すのよ。魚住先生が使えるわ。で、魚住先生、先生、大変変な人たちが執行員に詰め寄って。変な人？特化の生徒みたいですが、執行ブスに入れろってすごい勢いで。たく、迷惑かけるやつもいるな。ちょっと行ってくるか。あの子、特化で私たちを警戒してるべきなのに。違和感、胸がざわつく。あの子を追いかけよう。なんか余裕そうだよね、ゆらさん。あの子の不敵な笑み、おかしい。何かおかしい。市ヶ谷さん、さあ様子を見に行こうではないか。おいよ、どうし。敵は執行部屋にあり。あれ、執行部室の中に誰がいる。さっき来られたんだ。今日は一人で仕事されるらしいよ。で、2年はみんな帰っちゃったのに大変じゃないかな。まあいつも張り切ってるからね。俺たちも頑張ってサポートしないとな。頼もう、嫉妬激励隊のモーである。あ、また来た。話はついてるはずである。何のことですか。執行部と話がしたい。執行部、ぜひ会わせてもらいたい。バカ言わないでください。いつも断ってるじゃないですか。今回は状況が違うんだ。話はすでに通してやる。さあ、ちょっと出てこい。我々の要求の返事を聞こう。すこめ。あれ、誰もいないな。さっき来ていたと思ったのに。おう、市ヶ谷、まだ早かったんじゃないか。箱は閉じられたまま。そうだな、まだ激論は交わされていないらしい。早かったか。で、めぐみさん、私の計画は完璧。まどかさんは今日あの汚らわしい連中に恐怖し委員を辞任。
立川武蔵と結ばれた赤い糸は無事にその絆を取り戻す。さあ見に行こう。ただし他の委員たちに見つかってはダメ。さあということで執行ブースに忍び込む。見つかってはダメよ、まあ、とりあえずこの辺まではいいとして、ここだよね。ロッカーで嘘か。おい、お前ら実行委員の邪魔してんのか。今我々は強情な要求を。永田、この教師では拉致があかん。ここは一旦引こう。ああ、邪魔したな。執行部来出後また改め来よう。誰もいないよな。確かにさっき来ていたのに気のせいだったのかな。おや、その箱俺が捨てたやつだぞ。え、上澄先生の？だって嫉妬激励隊が。誰かが拾ったのか。でもその箱開かないぞ。ほんとだ、なんだよあいつら。粗大ゴミなんか持ってきて。しょうがないな、この箱をゴミ捨て場に持ってって。はい、捨ててもいいんですか。ああ、頼むよ。それにしてもおかしいな、来ていたと思ったんだけど。まあいいか、職員室に戻られたんだろう。大変、まどかさんがいない。ゆら、ゆら、どこにいるの。で、かんちゃん。じゃあ、私は日野市のもとへ下校中じゃないかね。この辺か？お、いらっしゃいました。日野市、小太郎市。ね、告白の時は来たよ。過去を決めるんだよ。いつ？今から。そうか、ヘラヘラ。え？これからどうするんだろうね。リーダーに行きたいんだけども。箱の鍵を持たせるんだよね。一回メグちゃんか。おや、あ、リーダーどうすんすこれ。二人っきりの舞台を作ったのさ。さあ来た。え、あの箱魚住先生のだけどね。あの中にいるのさ、まどかさん。え、ああ、運び出してもらったんだ。かくれんぼ好きの彼女の習性を利用してね。さあカンタ、小太郎くんに箱を開けるよう言うんだ。鍵で開くはずだから。指令を日野市に伝えるけども、何がどうして箱の中に窓か城が。今からやることだけどもね、その説明しにくいんだよこれ。小太郎くんにしちゃっていいのか。というわけさ、じゃあ箱を開けてちゃんとダンスに進んでよ。僕大丈夫かな。勇気出して。ほらこれ箱の鍵。早く助けてあげなきゃ。行かなきゃダメ。小太郎氏の依頼でしょうか。さあさあ早く。やっぱりさ、その自然に成り行きで付き合っちゃったりとか、そういうプランない？ないの。まあもう早く行くの、イライラする。分かって、怒らないでよ。ため息つきたいのはこっちですよ。もうこれで決めてください。ダンスに箱を誘う。よし、びっくりした。誰が歩いてきた。運んでくれた子たちかな。よーし、行きますか。時は来ましたね。おや、あれおかしいね君たち。こっち向かないで、私のことバレちゃう。というかあれ、うちの顧問だよ。千鶴先生だよね。二刀先生。あら、実行委員の日野くん、あなたが助けてくれたんだね。え、僕は二刀先生をダンスに誘うべきなのかな。やっぱり計画が狂った。しかしなぜ。
どこにほころびが？ね、一択だよな。しまった。どういうことなんすかこれ。なんで窓かしらじゃなくて二藤先生が一杯食わされた玉、いや TRL か。まずい、武蔵君を探すんだ早く。ちょっとリーダーどうしちゃったの。あれありゃ、リーダーがあんなに痩せるのめったにないことだよ。嫉妬なんとかって子たち、いつも無茶なこと言うから隠れていたらこんな目に。ほんと助かった。ちょっと職員室で休もう。ごめんね日野くん。おや、ダンスパーティー二藤先生を吸えなかったけど。え、二藤先生を吸うの？なんでかな。詰めが甘かった。嫌な予感が的中しなければいいけど。やばいなこれ、ちょっと怖いな。タマさん二重スパイ説あるな。今頃ポクラス焦ってるわね。秋葉くん完全に信じきってたもんね、まどかさんが一人残るって。ごめんね秋葉くん、悪気はないの、取引だから。日野さん一人途方に暮れてることでしょう。秋葉源氏、作詞作に溺れたようですね。さすがよ板間さん、私はジュースの分はきっちり仕事をされるようです。秋葉さん、人脈を過信し情報交換のルールを軽視した、それがあなたの範囲ですよ。特化の執行物質はもぬけの殻ですわ。まんまとすられましたね、ご苦労せ。まどかさんのお帰りですわ。ゆら大変、まどかさんがいないわ。お姉様ご安心ください、まどかさんはあそこ。あ、立川武蔵、まどかさんは待ち伏せしてたの？そうです立川さん、それでいいんですよ。お姉様、あの二人はやはり強固な赤い糸で結ばれているんですわ。そうよ、これで決めなさい立川武蔵。お姉様の目に狂いはなかったんですわ。ついに赤い糸が勝利する時が来た。あ、遅かった。リーダー、立川武蔵が阿佐ヶ谷まどかに接触してしまったわ。参ったなこりゃ、しかしどうする。うかつに手がつない、しかしどうする。ここで武蔵くんか。え、マジか。エピソード3に持ち越しってことか。すごいな。いやータマさんすごいな。二重スパイあるなこれ。あるというかあったな。ユラさんがね、なかなかなすわものですよね。いやーこれはね、もうこのままの勢いでエピソード3をやっていきたいですね。おそらく後半戦になるのかな、この小太郎くんとまどかさんの依頼の。楽しみですね。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。
こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。